巻向古墳群巻向古墳群巻向古墳群は奈良県桜井市に所在する古墳時代前期初頭の古墳群である大山と古墳集団の中の一つであり柳本古墳群の南に位置し三輪山の再六に広がる前方円墳発祥の地とみられている大山と古墳集団は奈良盆地の南東部に所在し北から火曜古墳群柳本古墳群 巻向古墳群、四季の古墳の四グループに分類され、本古墳群は、天理市から桜井市の山辺の道沿いに広がる柳本古墳群の南、かつての水垣号に位置し、広大な巻向遺跡の中に分布する。地形的には、玉木山丘陵によって、柳本古墳群とは分断される。名手墳とされる、橋墓古墳は、 定型化した最初の前方後円墳とみなされており、3世紀の後半から4世紀に築造されたと推定される。今日、この定型化古墳の出現をもって、古墳時代が始まったという時期区分が一般的に採用されている。橋墓古墳は、戦前の火災深夜の研究以来、義手和神殿のいう山大国に都した和の女王。 卑弥呼の墓ではないかという説がある。宮内庁では、山和と,ととひももそ姫めの地代死母として管理している。橋墓古墳を除く5期の前方後円形の墳墓は、巻向く型前方後円墳と呼ばれることがあり、ホタテ貝のような形状を持っており、以下のような共通の特徴を有している。一方橋墓古墳は、後円部が五段築成によるものであり、前方部の全面幅は、 バチ状を停止、規模も他の5機の約3倍に相当する278メートルであり、そこには隔絶性が明らかに存在し、しばしば初期大和王権最初の王募と評される。巻向勝山古墳、八塚古墳、石塚古墳、東田大塚古墳、保家の山古墳、橋墓古墳、本古墳群内の前方公園墳には次の6機がある。なお、 橋墓古墳を定型化古墳の先駆けとみなし、それ以外の5期の前方後円墳を前方後円形墳旧墓とみなす見解もある。一方、寺沢薫は石塚以下の5期を巻向型前方後円墳として古墳時代早々儀に位置づけている。和田1992、加西1942、 ピアニッシモ、344-368、カサイ1943、ピアニッシモ、114-138、八カリタニ2000、ヒロセ2003、P123、橋中地区のはアブミ。巻向遺跡ってどんな遺跡桜井市巻向学研究センター。2020年5月13日閲覧。広瀬二2003、寺沢2000、岡林。 水野北山2008ピアニッシモ289291ホケノヤマ古墳と橋墓古墳柏考古学研究所附属博物館2019年10月28日閲覧ホケノヤマ古墳の年代について山大国の会2019年10月28日閲覧ありがとうございます